やっほー、こんにちは、こんばんは。けんちゃんです。今回ですね、3週間ぶりの動画投稿になるんですけど、今回は、軽く雑談を話したいと思います。まあ、いろいろね、まあ、雑談したいことがたくさんあるので、それをちょっと、YouTube を通して、ちょっと話していこうと思うので、よかったらね、最後までご視聴してくださると嬉しいです。それでは、話していきたいと思います。まあ、雑談なんで、今回はラジオ感覚で、まあ、聞いてほしいんですけど、まあ、最近皆さん、どうですか？もう4月になって桜も咲いて、本当に春が来たっていう感じなんですけど、どうですか？元気ですか最近？まあ自分はね、たまにね、気分が落ち込みやすい性格なので、まあ、気持ちが病んだりとか嬉しくなったりとか、それが激しいんですよ、僕。気持ちの、気分の沈みが、激しかったり、遅かったりしてるんで、まあなんとか自分は、まあ、全然元気です。だけど、今 YouTube のショート動画とかを最近はね、まあ少しずつだけど動画更新はしてます。まあ再生回数は少ないですけど、まあ、出すことに意味があると思ってるので、まあこれからもね、まあショート動画とか YouTube の動画投稿とかはしていこうと思うので、よかったら見てくださると嬉しいです。まあ、自分もね、今、3週間ぶりの動画投稿更新なんで、めちゃくちゃ緊張してるし、まあ、やっぱ緊張してるんで、まあ、悩んだんですよ。どんな動画投稿をした方がいいのかなとか、どんな動画を視聴者さんを求めてるのかなと思って、まあ、考えてたんですね。だから、なんか、いや、まあ、やってほしいこととかなんかあれば、コメント欄とか、X の DM とか、インスタの DM とかメッセージで募集してるので、よかったらね、そちらも書いてくださると嬉しいです。まあ、今年こそはね、僕、乃木坂46の2024年、真夏の全国ツアーもしあればね、行こうと思うんですけど、まあ、楽しみで仕方がない。もう、行く気は満々なんですけど、当選するかどうか分かんないです。当落するかどうか分かんないんですけど、まあ、当たればね、行こうと思うので、よかったらね、そちらの動画とか見と更新するので、よかったら見てくださると嬉しいです。いや、本当に緊張して、何を話せばいいか分かんないんですよね。だから、見てくださると嬉しいです。まあ、僕、今、このカメラ変えたと思うんですけど、もう iPhone14 のカメラで撮ってるんですけど、多分画質とか、音の入りとか、マイクの音質とかどうですか？多分音質めちゃくちゃいいと思うんですよ。まあ、せっかく買ったから、これを使ってね、いっぱい動画更新したいと思うので、よかったらね、見てくださると嬉しいです。まあ、これから、まあ、今目標が、まあ、YouTube のチャンネル登録者数500人突破するっていうことが目標なんですけど、まあ、これからもね、これからどんな動画を出していこうかなと思った時に考えてた時に、まあ、アイドル関係の動画出したりとか、僕アイドル好きなんでね、アイドル関係の動画出したりとか、まあ、日常系の動画出したりとか、まあ、ブロス PS すごい自分好きなんで、ゲーム実況の動画出したりとかね、これからちょくちょく更新していこうと思うので、よかったらね、見てくださると嬉しいです。まあ、次回の動画で、僕の YouTube の動画のネタを募集するっていう動画を撮るので、よかったらね、そちらの動画も見てくださると嬉しいです。まあ、巷はね、まあ、結婚ブームっていうことで、まあ、すごい方が結婚されましたよね。まあ、皆さん知ってると思うんですけど、ここでは相手は言わないですけど、本当に末永くお幸せになってほしいです。やっぱりすごいなって改めて感じます。自分も負けてられないなって思います。まあ、負けてるけど、負けないように努力したいと思います。まあ、どんなのがいいですかね。本当動画とか更新するの。悩んでるんですけど、ね、よかったらね、見てくださると嬉しいです。まあ、雑談なんで、まあ、こんなグダグダになって本当申し訳ないです。なので、よかったらね、これからもケンちゃんの応援の方をよろしくお願いします。はい、ということで今回はけんちゃんの雑談動画を撮ってみました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
X、Instagram やってるので、まだフォローしてない方は下の概要欄にリンクがあるので飛んでみてくださると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。